あのモンスターは何だったのかしら。ひょっとしてフェンデルが。違うと思う。長年ここに住み着いていたんじゃないかな。それじゃあ私たちがここに来なければ死なずに済んだのかもしれないのね。少し気の毒だわ。そうかもしれないけど、それじゃあラントを助けられないんだ。アスベル、迷っている暇なんてない。今のラントを守れるのは俺だけだ。誰もいない？どういうことだ？アスベル様、大変です。どうした？フェンデル軍の夜襲です。敵はすでに野営地を後にし、町へと迫っています。何？行き違いになったの？それともこちらの動きが向こうに気づかれたから？くそ、こうしてはいられない。すぐに戻らなければ。今町の守りは手薄だ。大軍に襲われでもしたら到底持ちこたえられない。しまった、もう街の中に。くそ、どうしてこんな。西ラッド島の方からも軍勢が来たぞ。フェンデル軍じゃない。これはストラタの軍勢だ。全軍展開して攻撃開始。フェンデル軍を掃討せよ。行かせん。こいつは。あいつは、あそこにいるのは、もしかして、ユーバートか。ユーバート、皆さんの本気に期待します。それパッキー立てよ。バカだ、やったな、ユーバート。そうですね。ヒューバート、本当にお前なんだな。帰ってきてくれたんだな。少佐、掃討が終わりました。少佐、ヒューバート、お前そんなに偉くなってたのか。ラントの皆さん、ご安心ください。皆さんの宮敵のフェンデル軍は我らストラタ軍の手によりこの町から駆逐されました。皆さんはなぜ我々が来たのか疑問に思われていることでしょう。私自身がその答えとなります。私はヒューバート・オズウェル。かつての姓はラントでした。先の戦いで戦死した領主アストンの息子です。ヒューバート様だ。私は今はストラタの人間ですが、故郷ラントに関しては常々格別の思いを抱いてきました。ですからラントの苦境を知り、いても立ってもいられずこうして助けに来たのです。ここで皆さんにご報告することがあります。ストラタとウィンドルはこの度同盟を締結いたしました。我々は皆さんの味方です。我々は皆さんと共にあります。今後は共に手を携え、この地からフェンデルを追い払いましょう。ヒューバート、少佐はこの後軍議の予定です。少佐への正式なご面会は明朝までお待ちください。ヒューバート、どうした、ソフィー。あ、
クロソフィーの種を植えるんだったな。いつ咲くの？何日かすれば芽が出て、その後花が咲くんだ。しかもクロソフィーはうまく育てると風花化するらしい。風花化？花を咲かせた状態で幾晩もの間月の光を浴びせ続けるんだそうだ。詳しいことはよく知らないが、まあ気長に面倒を見てやるといい。ヒューバート、仕事はもういいのか？ええ、まあ。元気そうで何よりだ。それにその年で少佐だなんて、お前すごいな。まさかこんな形で再会できるなんて。改めて礼を言わせてほしい。本当にありがとう。町の被害が少なくて済んだのは不幸中の幸いでした。ところでヒューバートはいつまでラントにいられる？積もる話もあるし、いろいろ相談したいこともあるんだ。当分の間はいます。そうか、それはよかった。敵の今後の出方もわからないし、そうしてもらえると助かる。二人で力を合わせて頑張っていこう。しかしそれにしても似すぎている。姿に似合わない身のこなし、ソフィーとの類似点の多さ。こちらで調べさせていただきます。ヒューバート、お前。その必要はない。どうするかは俺が決める。家を捨てた人間が今さら領主面ですか？何？やめて、二人とも。話の続きは執務室でお願いします。では。ヒューバートと話をしてくる。ソフィーはまだここにいるか？来ましたか。実は町の人々にはまだ言っていないことがあります。二国間同盟の締結により、ラント領は我がストラタ軍の進駐下に置かれることになりました。これからは僕が進駐軍総督として政務全般を取り仕切ります。なんだその話は。俺は全く聞いていない。ウィンドル政府とストラタ政府の協議で決まったことですから。お聞きしますが、実際問題あなたに何ができるのです？現に今も我が軍の力を当てにしているだけではありませんか。それで領主が務まるとでも？それは。今のラントに必要なのは何より現実的な力です。僕にはそれがあります。ストラタ軍を指揮してこの地に平和と安定をもたらせます。僕はストラタへ渡って7年の間ひたすらに研鑽を重ね、今の地位を得ました。故郷を顧みることもなく遊んでいただけのあなたとは違うということです。俺が騎士学校でどれほど厳しい訓練に明け暮れたと思う。見てもいないで知った風なことを。わかりました。そこまで言うならあなたの訓練の成果を今ここで拝見しようではありませんか。ではこうしましょう。僕があなたに勝ったらラントを退去していただきます。僕が負けたらあなたが領主と認めますよ。冗談じゃない。そんな約束できるわけないだろう。逃げるならそれでも構いません。所詮あなたのやってきたことなど卑小な自己満足にしすぎないですし。じゃあ自己満足だったかどうか試してみればいい。やっとその気になっていただけましたか。僕の力はもうお分かりでしょう。
7年前とは違いますよ。ヒューバート、バッカーだ。そこか、なぎ払え。ミスター、なぎ払え。ラクサブレット、ラクサブレット、守れなかった。ヒューバート、お前そこまで。だから言ったでしょう、あなたと僕は違うと。約束通りラントから出て行っていただきましょうか。ヒューバート、一体何があったの？お父様が亡くなって後を継ぐためアスベルは騎士学校を辞めここへ残ってくれたのですよ。久しぶりに息子が二人揃ったというのに、なぜいがみ合うのですか？息子はあの人一人だけでしょ。何を言うんです？僕はもうオズウェルの人間です。ヒューバート、それはお父様がお前の将来を思って。今さら聞きたくありません。あなたたちは僕を捨てた、それだけです。そんな。安心してください、あなたにまで出て行けとは言いませんか。アスベル、ソフィー、俺についてきたらダメだ。町へ戻るんだ。シェリアのところへ行くといい。彼女ならきっと。いつまでもグズグズするな。さっさと行け。ヒューバート、こんなことになってしまうなんて。雨が降りそうだ、中に入っていなさい。おじいちゃん、もう私は昔の私じゃないわ。心配しなくても大丈夫よ。たとえお前の体が丈夫になったとしても心配は尽きんよ。みんな変わってしまったの。お前たちはまだ若い。これからより良い方向へ変わっていけばいい。たとえ今が苦しくても立ち向かうことを恐れてはいかんのだよ。おじいちゃん、アスベル様、ヒューバート様。ソフィー、もういい。ラントへ戻るんだ。守る。あ、懐かしいな。そういえば昔、そんなことを言われたのもこの辺りだったか。女の子に守るって言われて悔しくて、守るのは俺だって張り切ったけど結局ダメだった。そして今も。何一つできやしないんだ俺は。あの頃も今も。
取り乱して悪かった。俺相当に見苦しかったな。ソフィー、このまま俺と一緒に来る気か？そうか、だったらせめてソフィーだけは守らないとな。それだけは何としても。おかしいな、さっきから頭がグラグラする。頭熱い。くそ、こんな時に。アスベル。水。お水持ってくる。待ってて。おい、この声怪しくないか？中を調べてみるか。ダメ。ソフィー、こいつ同行していたという少女か？ダメ、来ちゃダメ。アスベルラント、ソフィーに手出しをするな。娘に用はない。アスベルラント、我々と来てもらおうか。お前たち誰だ？やめて。どけ娘、邪魔をするとお前もただでは済まさんぞ。守る。ソフィー、何なんだこいつらは。一体何の目的で。アスベル大丈夫？ああ、しかしこれ以上ここへとどまるのは危険だ。港へ行こう。アスベル大丈夫？なんとかな。それより随分混雑しているな。船の出港が遅れているのか？皆さん落ち着いてください。オートの港は封鎖されておりません。船は予定通り出港します。オートで何かあったのか？アスベル、あれ。俺を追ってきたのか、しつこいな。ソフィー、急いで船に乗るぞ。このままバロニアへ向かおう。このままソフィーを連れて逃げていたら彼女が巻き込まれてしまう。これ以上俺のせいで誰かが苦しむのは見たくない。そうだ、リチャードならソフィーをかくまってくれるだろう。リチャードなら。アスベル、頭まだ熱い？いや、もう大丈夫だ。港に着いたらリチャードに会いに行こう。リチャード？ああ、俺と昔のソフィーの友達だ。友達？よし、バロニア城へ向かおう。やはりか。バロニア城へ行ってどうするつもりだ？リチャード殿下に会いに行くのかな？図星か。死んだはずのリチャード殿下にどうしたら会えるというのだ、アスベル。死んだ？リチャードが？どういうことだ？猿芝居をしても無駄だ。お前がとぼけているのは百も承知だ。さあ、お前の知っていることを話してもらおう。くそ、ソフィー逃げるぞ。うん。逃げたぞ、おい！リチャード、本当に死んでしまったのか？この建物に何かあるの？
昔この聖堂の中に隠し通路の入り口があった。今はどうなんだろうな。行ってみる。そうだな。おいおい、また扉を破ったのか。また？あ、いや、そうじゃないか。ごめんごめん、間違えた。とにかく中へ入ってみよう。リチャードにソフィーを預ければきっと守ってくれる。けどそれでいいのか。いや、俺がソフィーを守りたい。この先は。7年前にソフィーを。リチャード、生きてるといいね。え、お前リチャードのこと覚えているのか。ううん、知らないよ。でも死んじゃってるかもしれないんでしょ。そういう意味か。なあソフィー、やっぱりお前はあのソフィーとは別人なのかな。知らない。でもどうしてかな。うん、リチャードが生きていたらいいなって感じるの。アスベルもそう思ってるからなのかな。どうしてだろう。君はアスベルだ。アスベルラント。アスベル、本当に君なのかい。こんなところで君とまた会えるなんて思わなかったよ。それはこっちのセリフだ。お前が死んだと聞かされて驚いたんだぞ。僕が死んだ。無事で本当に良かったです。お立ちになれますか、リチャード殿下。アスベル、君は。やはり生きていましたか、リチャード殿下。セルディックの手の者たちが。そうはさせない。必ず生き。アスベル、君は本当に僕を助けに来てくれたんだね。君が来てくれなかったら僕は本当に死んでいたと思うよ。ありがとう、アスベル。はっ、間に合ってよかったです。そんな他人行儀な話し方をしないでくれ。君と僕の仲じゃないか。しかし立場がございますので。僕がこうやって頼んでもかい、殿下。わかった、それなら昔の通りにする。それでいいか。ありがとう。やはり君にはそうやって話しかけてもらうのが一番しっくりくるよ。おや、この子は。ソフィー、リチャード殿下だ。ご挨拶を。ソフィー、死んでしまったと聞かされたが。例の花畑で出会ったのでそう呼んでいるんだが、本人かどうかはわからないんだ。本人だろ。ソフィーと同じ雰囲気を感じるよ。君もそれがわかっているからソフィーと呼ぶんじゃないのかい。それはリチャード。わからない。急に胸が。向こうから声がするぞ。リチャード、詳しい話は後だ。今はとにかく王都を脱出しよう。ここを進んだ先に外へ通じる出口がある。そこから街道をまっすぐ行くとグレルサイドに至る。僕はそこを目指していたんだ。あそこの領主デール・コーならきっと味方になってくれるはずだ。行こう。この扉どうしたの。昔開けられなくて挑戦状を叩きつけたことがあったんだ。挑戦状？
扉に？子供だったんだ。今は開くかな。よし、それじゃ。少し動いたよ。こんな簡単に開く扉だったのか。もしもあの頃こうやって開けていられたら。アスベル、ごめん、何でもないんだ。扉の先へ行ってみよう。モンスターの骨が残っている。つまりこの道は長い間誰にも使われていない。どうかしたのか、ソフィ。わからない。でもなんだか胸が苦しいの。酸欠かな。急いでここを抜けた方がいいかもしれない。ソフィ、手を貸そうか。いい、大丈夫。ソフィ、困ったな。アスベル、初めは君にもこのような態度だったのかい。そんなことはなかったんだが。そうか。もしかすると問題はソフィーではなく君かもしれないな。俺が？君は変わらなさすぎだ。僕も7年ぶりだというのに一目で君だと分かったくらいだ。俺は昔とは違う。それよりお前がでかくなりすぎたんだ。リチャード、傷が痛むのか？少々ふざけすぎた。久々に気が緩んでしまったのかな。リチャード、よかった、無事に外に出られたようだ。リチャード、大丈夫か？心配はいらない、ちょっと疲れただけだよ。少し休もう。どこか一息つけそうな場所はあるか？街道沿いに小屋があったはずだよ。でも僕のことを心配して立ち寄るのならその必要は。あまり無理するな。まずはその小屋を目指そう。わかった。アスベル、ありがとう。ふわふわしてる。なあソフィ、きっと俺はお前を不安にさせてしまってるよな。どうして？私は不安じゃないよ。けど身元だって何も分かっていない。だけど安心してくれ、お前は俺が守るよ。私は大丈夫、平気だよ。平気って、そんなわけないだろ。自分のいるべき居場所もないのに平気なはずないじゃないか。うん、ここでいいよ。ソフィ、あまり遠くへ行ったらダメだからな。わかった。リチャード、王都で何があったのか教えてもらえないか？父上を殺したのは王家に忠誠を尽くすべき騎士団の一体だ。なんだって？突然の出来事だった。父上は味方の手で命を奪われた。僕はとっさに周りにあった死体に紛れ、なんとかその場をやり過ごした。そしてわずかな隙をついてあの通路に逃げ込む脱出の機会を伺っていたんだ。騎士団が国王陛下を手にかけた。父上が死んだことももちろんだが、騎士団に裏切られたという事実も僕にとっては衝撃だった。俺も騎士学校の学生だったんだ。話には聞いていたよ、家を出て騎士学校に入ったって。親父が死んで後を継ぐことになったので辞めたんだ。もしあのまま騎士学校にいたら、今頃俺もお前を狙う立場になっていたかもしれないなんて。でも君は僕を助けてくれたじゃないか。7年前の夜、暗い地下通路に身を潜めている間、君のことを考えていたよ。ここに君が来てくれたらと。そうしたら本当に君が現れた。僕がどれほど嬉しいと思ったか分かってもらえるだろうか。やはり君は特別だ。僕にとっては数少ない、本当の意味で信頼できる友人だ。ところで
アスベルはこの後故郷に戻ってしまうのか。いや、事情が変わったんだ。例のストラタとの同盟のせいで。ストラタとの同盟？それは何の話だ。父上は対外的には強硬姿勢を貫いていた。ストラタと同盟などありえない。しかし現に今、俺の故郷はストラタ軍に進駐されている。そうなったのはつい最近だが。王都の反乱と時期が同じということは。アスベル、大変、誰か来る。見つけたぞ、殿下だ。しまった、もう追っ手が。必ず生き残る。一瞬昇進しよう。この兵たちは。叔父のセルディク大公、今や国王を語るあの男の手の者だ。叔父は父から王位を奪おうと昔から策謀を巡らせていた。そしてついに強硬手段に出たんだ。セルディク大公が。アスベル、聞いてくれ。デールの元へたどり着いた。僕はすぐに兵を挙げる。父上の仇を討つためだ。アスベル、僕と共に戦ってくれないか。僕にはこれからも君の力が必要なんだ。頼む。わかった。どこまでできるかわからないが、俺にできる限りのことはしよう。ありがとう、ありがとう、アスベル。こうしていると7年前の友情の誓いを思い出すな。ソフィーも一緒にやりたいのか。いいよ、大歓迎だ。まるで7年前に戻ったかのようだね。二人とも急にどうしたんだ。変だな、今急に王冠が。リチャード、大丈夫か。体の具合が良くないんじゃないか。僕なら大丈夫だ。それよりもすぐにグレルサイドへ向かおう。腹が減ったな。僕が巻き込んだばかりに食事もままならなくなって本当にすまん。ごめん、そういう意味じゃないんだ。ところでさっきの話だが、国王陛下を殺害したのは騎士団で間違いないのか。ああ、君には酷な話だった。俺にはもう関係ないことだ。アスベル、君が騎士団員として僕を狙うことがないのは僕にとって嬉しい限り。俺もリチャードと戦わずに済んでよかったよ。ただできるならもう一度騎士学校を見ておきたかったかな。おや、ひょっとしてアスベルは騎士学校に戻ってお叔父上につきたいのか。違う、そんなわけないだろ。この先にあるのはウォールブリッジだ。橋がそのまま砦になっているのか。警備しているのは叔父の軍勢か。リチャード、別の道はないのか。うん、他の行き方もあるにはあるけれど、どれも王都を経由しないと。今王都へ戻るのは危険すぎる。弱ったな。
ソフィー、どうした、何があった。あの人が触った。え、ちょ、触れた、触れたよね。もう一回お願い、もう一回触らせて。何者だ。私パスカル、よろしく。ソフィーに何をする気だ。いやー、まさか本物に会えるなんて思わなくてさ、ついはしゃいじゃった。本物に会える。ほんのついさっきその子の幻を見たんだよね。幻？それはどういう意味だ。ソフィーのことは何か知っているのか。口で説明してもわかんないんじゃないかな。実際に見た方が早いと思うよ、すぐそこだし。これは？これを使うと地下にある遺跡に行けるんだけどね。幻があるのはそこ。遺跡だって。期待しないで潜ったんだけど結構面白かったよ。結果的に塞がってる橋を通らずに反対側にも来られたしね。遺跡の中に兵士はいたかい？いなかったよ、私の他は誰も。どうする、アスペル。行ってみよう。このままここにいてもどうにもならない。ソフィーの幻のことも気になるし。わかった、君がそう言うなら僕に依存はないよ。決心ついた？そんじゃ一つみんなで潜るとしますか。一緒に行くのか。うん、パスカルさんに遺跡の中を案内してもらうということでいいのかな。もちろん。そうだな、わかった、一緒に行こう。ねえねえ、もう一回触らせてよ。ほら、なんなら私を触っていいからさ。いや、あれ、残念でした。アスベルならあっちだよ。お前の叔父セルディック太后殿下はストラタとつながりを。おそらくこの数年は叔父が国政を担うようになっていたし、父が体調を崩してからは誰も口を出せなかった。ではラントとストラタの間にある同盟協定というのは。ああ、申し訳ないが正式調印は済まされているだろう。なんだ、一体何が起こった。もう遺跡の中だよ。僕たちは全然動かなかったのに、どうやって別の場所に移動したんだい。別に大したことはしてないよ、チャカチャカポンってやっただけ。よくわからないんだが。ね、ね、すごいでしょ、地面の下にこんな広いところがあるんだよ、驚きだよね。これが遺跡か。僕たちの町の様子とはまるで違うものに見えるね。遺跡を作ったのは大昔のアンマルチア族だからね、違ってるのは当然でしょ。アンマルチア族。アンマルチア族ってのはこうやって世界各地に残っている遺跡を作った種族のことね。もしかしてパスカルさんは考古学者なのかな。まあそんなとこかもね。参考になった？だったらお礼に触らせて。ねえねえ、触るのダメ。ケチンボめ、早く先へ行かないか。はいはい、あった、これこれ、これが幻を映す装置だよ。何かがこっちに近づいてくる。変な足音が聞こえる。うっ、何これ。襲ってくる、必ず生き残る。やれやれ、とんだ邪魔が入ったな。この装置はどうやれば動く。簡単だよ、横のところにあるのをパカパカってやって、最後に大きいのをピコってやればいいの。何を言っているのかまるでわからないんだが。やってみればわかるって、簡単だから。
しょうがないね。私が模範を見せますか。動いた。これは私。これがパスカルさんの言っていたソフィーの幻なのか。確かにソフィーとよく似ている。ねえ、本物そっくりでしょ。私がソフィーを見て思わず触っちゃったのもうなずけるでしょ。この装置もアンマルチア族が大昔に作ったものなのか。多分ね。まあその辺はいろいろと調べ中なんだけど。ああ消えちゃった。ソフィー、今の幻を見て何か思い出したりしたか。ダメか。ソフィーと関係があるのかどうかもあれだけでは何とも言えないね。説明書きでもあればよかったんだけどね。ここんとこに書かれてる文字も消えちゃっててほとんど読めないんだよね。かろうじてわかるのがラムダって書かれてるところだけど、その先がラムダ？どういう意味だ？ラムダ、昔どこかで聞いたことがあるような。ラムダ。パスカル、他にも何かわからないのか。今のところはそれだけだね。とりあえず今は先へ進もう。ここでこうして考えていてもすぐに答えは出ないだろう。アスベル、君はどう思ってる？何がだ？装置に現れたソフィーだよ。どう見ても彼女だったじゃないか。何も思わないのか？ああ。どうしたんだい？君らしくもないね。君はソフィーの保護者じゃないのかい？俺はそのつもりだったんだけど。どうかな？アスベル、いいかい？ソフィーには君しかいないんだ。俺しかいない？彼女がどう言おうと君がそばにいてやるべきだ。今の僕には彼女の気持ちが少しだけ理解できるよ。だから僕からもお願いしたい。リチャード、ありがとう。どうして君が礼を？あ、いや、そんな気分だったんだ。これはクリアスの抜け殻か。エレスの吸収活動を終えたクリアスなんて図鑑でしかお目にかからないものだな。この遺跡、一体いつの時代から存在しているんだろう。少なく見積もっても500年かな。この真上ってちょうどグレール湖から海へ流れてる川があるから微妙なんだけど。どういう意味だ？遺物からある程度の時代を測定できるんだけど、上に流れてるでっかい川が形成されるのは500年じゃ厳しいでしょ。わざわざ川の下にこの遺跡を建てたって考えるのも論理的じゃないしさ。つまり500年前、もしくはそれ以前かもしれないと。500年か1000年ぐらいだと思うよ。へえ、すごい遺跡なんだな。ここにも妙な装置があるな。出入り口にあったものと似ているね。同じものだからね。ならここから対岸に出られるのか？いや、まだ。ここからだとウォールブリッジの中に出ちゃうね。それとも寄り道していきたい？今はやめておくよ。それよりも先を急ぎたい。そう？
どうやら無事に対岸へ渡れたようだ。これで予定通りグレルサイドへ向かえるね。お、グレルサイドへ行くんだ。パスカルさん、遺跡の中ではいろいろとお世話になったね。ありがとう。私も一緒にグレルサイドに行こうかな。よからぬ目的があってついてこようとしているんじゃないだろうな。バレたか。お前、ズバリ私の目的はソフィーと仲良しになることだよ。は？ソフィーのこともっと知りたいし、調べたいし、触りたいの。悪いけど、あんたらに興味はないですよ。アスベルと、なんだっけ、リチャードだよ。リチャードね。ねえソフィー、あたしとアスベルとリチャード、誰が一番好き？アスベル。うーん、悔しい。仲良くなりたい。ソフィーと仲良くなりたいよ。この人は悪い人ではない気がするよ。一緒に行っても平気じゃないかな。そうだな。もうしばらくこのまま行こうか。ありがとう。やっぱり旅は道連れって言うしね。それじゃグレルサイドへ向かおうか。